千葉9区市民連合です。この場をお借りして少しお話をさせていただきたいと思います。今菅内閣の下で命と健康が脅かされています。年末年始感染爆発を招いた GoTo キャンペーンの反省はどこへ行ったのでしょうか。人の流れを止めなければ感染を止めることはできない言われています。それなのに菅内閣は今度は東京五輪の開催にこだわり続けて感染爆発を招こうとしています。私たちはこうした菅内閣一刻も早くやめていただいて国民の命と健康を守るそういう政治に作り変えたいと思っています。皆さん一緒に市民と野党の共闘で政権交代を目指しましょう。皆さん今の国際オリンピック委員会の IOC コーツ副会長は緊急事態宣言の下でも五輪を開催するもちろんイエスだと答えています。バッハ会長は五輪開催のために誰もがいくらかの犠牲を払わなければならないと述べています。日本の国民の命を犠牲にしてまで五輪を強行しようという姿勢です。最古参の委員であるパウンド氏は菅首相が中止を求めても大会は開催されるとまで言い切っています。皆さんいつから IOC 国際オリンピック委員会は各国の政府を上回る権限を持つようになったのでしょうか。そこまで言われているにもかかわらず菅内閣は未だに抗議一つできずにオリンピックの開催にこだわり続けています。皆さん病院にたどり着けず自宅待機中に亡くなる方、ホテル待機中に亡くなる方が先月だけでも60人以上出ています。そして日本人の犠牲はすでに1万数千人まで拡大しています。その中で五輪開催を強行すれば世界から10万人とも言われる人たちがやってくる、各国の変異株を日本にもたらすだけではないでしょうか。そして日本国内でさまざまな外国で広がっていた変異株が広がることになるのではないでしょうか。またオリンピック開催中に選手同士や役員が交流をすれば当然のごとくその変異株を各国にばらまくことになる、まさに日本だけではなくて世界のパンデミックを拡大するために集まっていると言われても仕方がない、そんな危険な状態ではないでしょうか。私たちはこうした GoTo キャンペーンにこだわってきた菅首相が今度はオリンピック開催にこだわる、そういう政治を一刻も早くやめさせなければ国民の命と暮らしは守れない、健康は守れないと思います。そのためには菅内閣を早く辞めさせて野党による連合政権を作ることが必要ではないでしょうか。そのために私たち千葉9区市民連合皆さんと共に力を合わせていきたいと思います。ぜひご理解ご協力をお願いしたいと思います。以上でこの場でのお話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。